今日のドライブは串木野海上保安部の横から始まります。はい、これからこの坂を登っていきます。多分3号線に出ると思います。面白いですね。今ですね、左側にポッと見たら、何件、すげえ、あれアーケードかな、なんかあったので急遽左側に行きますけど、串木野の町面白い。なんか町並み自体が面白いですがよ。あれちょっと来すぎかな、こっちな。来すぎちゃったのかな、通り過ぎるのかな、そこは。あ、いいかもしれない。あら、今のところ回ればよかったかもしれない。はい、こう左行きます。あ、ここのことでした。あ、向こうから見たらずーっとあるかなと思ったら、ここだけですね。あ、でもいいわ。なんか何ですかね、鹿児島硫黄ワールド水族館のあれみたいですけどね。あ、それじゃもうちょっとコースを変えます。向こうの3号線の方に出るつもりだったんですけど、もうこれをこのまま 行きますね。あ、いいな、串木野坂がある。こう海辺の近くで坂があるってあんまりないんじゃないですかね。で、路地が入り組んでて結構面白いですよ。私が面白ければ見ている方も面白いかもしれませんね。本当は市木から串木野はスーッと抜けるつもりだったんですけども、ちょっと海岸線にこう入っていったら、面白いところがあって、いろいろさっきから撮ってるんですけど、結構ボツもあってですね。あのボツがなかった、全部出せることになったら面白かったよなと思いますけど、また次のお楽しみに。右にここから3号線に出ようと思ってます。要所要所に道路標識、まあ、小さいんですけども、あるんですけど、ありますけど、ありがたいですね。普通はああいう前方に見える大きなのがドンとあって、そこから他のであんまりないけども、まあ、たまたま今私が見たところにあっただけなのかどうか分かりませんけど、ありがたいですよ。交差点でこう止まっていながら確認をできるのがですね。ああ、3号線にやっぱり出れるんだ。さっきこうだけど、あれ、なんけ、あれ西穂高の看板がこう見えてましたから、台湾のあれかなと思ったら西穂高だったんですね。こっからは3号線に沿っていきましょうかね。まっすぐ行けば串木野駅です。そういえばさっき別の動画でこの串木野駅の周りもシューッとこう回って行きましょうかっていう
のを言ったものを思い出したもんですから、ここは一旦弟子じゃないけど天使まず。ここを回ります。それを言った動画は没動画になりましたのでね、一木駅を出発して上村学園の左ずっとしたんですけど、意識、あ、そうだ、上村学園に入る前でフェードアウトすれば使えるかもしれない。そうしましょうかね。その上村学園のを左折したところで、人家に、入ってしまって、入り込んで、その人家に入り、人家っていうか、まあ、完璧な家じゃなくて、アパートとかそういうところがあって、そこのいくつか駐車場がずっとあるんですけれども、なんか見るとですね、向こうに通り抜けられそうな感じのとこだったんですよ、全部。だから本当どの道も自分では突き当たりと思ってたけど、通り抜けられたのかもしれないけど、やっぱりね、そこはね、ということで、そうだ、そこの前に行く前で動画を割ればいいんだ。それで行ったら今までもいくつかの動画が助かったのになと、今さらながら思いますよ。ここからはですね、もう仙台の方に行くんですけども、ここからもう横に入る道はないです。いや、もちろんあるんですけども、多分もう行き止まりか、全然別のところに行く道です、だろうと思いますので、そちらにはもう行きません。冒険はしません。このコースもいわゆる定番コースになるはずです。ずっとこう、もうこの道以外にないですから、そうすると月に一遍ぐらいは、こっちの方はちょっとそれなに来れないな。まあ二月三月に一遍は通ろうかなと思ってます。今ちょうどって今11時53分、昼に近づいたんですけど、ああそうだ、もう全然話変わりますけど、ここの交差点を右に行ったところ、この前、冠岳から帰ってくる途中に この向こう一つ道路向こうに出たんですけども、最初のうちは全然分からなかったですけどね。でこの後からGoogle マップで調べたり、まあ、その時に右の方に国道3号線って書いてあったりしたりして、そういうのでこう道を覚えていくというか、自分が知ってた幹線道路とのが横軸だとすると、縦軸の道路がこうを知ることによって、それが一つの、線から網みたいに、網みたいっていうか、そのシャープみたいな感じ、音楽でいうシャープみたいになってって、そのシャープみたいなのが残念、まだこの、原稿用紙のマス目みたいにこうつながっていくんじゃないかと思うんですけど、結構かかるでしょうね、こう幹線道路を離れたところを含めると。もうここは楽勝ですよただアクセルに足を乗しとればいいだけの話ですからね。ただこういう時に話題がないとですよ、話題がないと何のための音声かなって思うけども、今はまだね、一口鹿児島弁講座をする、心構えができてませんからね。前友人と話をした中で、いわゆる定番コースを作って、でそこで
定番コースをいつもこう走るときに鹿児島弁講座をすればどうかっていう話になってるんですけど、まあ、本人っていうかその友達はしないわけだからもういくらでも言えるんですけども、で逆に言うとそれが第三者的な意見だからいいなと逆に思いますよ。あれ左側に行けば何かあるんですね。金山グラ。あ、今度また何かで、ね、行ってみましょうね。自分で編集の時にこう自分の声を確認するんです。声を確認っていうか内容ですね。そうするともう全然文章になってないですもんね。全然文章になってない。もうなんか歯切れがそこに並べられているだけっていうか、ね、こんなに噛んだりするのはなんかその一つの歯切れとして使えなくてそこになんかハサミがこう入ってたりですよ。折りムラがあったりとかですね。そんな感じですよ。あ、右の方に高速道路が通ってますね。だけど高速道路にとっての鹿児島ドライブはあんまりしたくないですね。まあ景色がいいって言っても両側に見えるのはこの山、まあ、鹿児島の場合はこの山のごく普通のこう山間部っていう形でしょうけど、やっぱりこういう風にしてところどころに信号が出てきたり、ところどころに神社が出てきたり、ところどころに左に行けば神社とか右に行けば何々っていう標識が出てくるところの方が私は面白いですもんね。ただこの道中が単純というのがね、いつも私の癖かもしれないけど、肯定の後に否定が来て、否定の後に肯定が来るんですよね。頭の中でこうなんかそれをこうなんか持て遊ぶっていうか、右から見たい、左から見たい、上から見たり左から下から見たりとする割には結構思い込みとかですよ、固定概念もありますからね。まあ、それは私以外の人もそうなのかもしれませんけど、まあ自分自身としては自分はもう普通の普通と思ってますからね。普通が一番いいのかもしれませんね。ここで尺でいう時間的にどれぐらいなんでしょうかね。もう仙台までずっとこのまま走ってもいいけど、どっかで一息入れたいって感じですよね。だってこうダラダラっとした話をずっと聞くよりかですよ、もうよかっていう、ちょうどもう YouTube を見るのこの動画やめようかなっていうところですってやめるとお互いいいんじゃないですかね。確かね、左側にねたこ焼き屋があるんですよ。あ、ここからが仙台か。そこの辺、その辺で一旦あれしましょうかね。あ、ここだここだ、ほらここですよ。ということで今回は、はい、これでお開きにしたいと思います。ありがとうございました。